紀元1世紀の頃、いわば博多は日本文化発祥の地。ところで福屋が初めて味の明太子を売り出したのは昭和24年1月10日のこと。福屋の創始者川原敏夫が創意工夫の末作り上げたもので、今では博多を代表する名産品となっています。この番組は味の明太子福屋の提供でお送りしました。家族みんなでエコライフを心がける。堅苦しく難しく考えずにできるところから。エコライフは簡単にできて、しかも素敵です。始めませんか？エコライフの新しい生活習慣。明日ついに開催、ヴィーナスギャラリースロから全店合同イベント、月と日が重なる日。ヴィーナスギャラリースロから明日10時オープン。日本のキングオブファンク、菅下を日本が公演決定。11月14日金曜日、福岡サンプレス。チケットは9月13日発売開始。ウイヤーズは共同レシピ本まで。日清火災は皆様に支えられ、おかげさまで100周年。100年の感謝を明日の信頼へ。日清火災が12時をお知らせします。6276、何のことでしょう。俺も62が終わりました。もう全然安心してその仕事行ったわけよ。これ何言うことあれ、何のまでやってんの。6月たばやん。12、え、どっちだ。斉藤文でお送りしていきます。9月8日でございます。今日はダウンタウンまっちゃんの誕生日。わあ、おめでとうございます。1963年までってことは44。ああ、そうっすか。え、わかんな。どうして2008年が5ですね。45だ、45だ、うん。ちなみにプロゴルフでいくと服部美智子ね。ああ、そうですか。それから、ああ、ドボルザークちゃん、ドボちゃん今日ですよ。ドボちゃん、お知り合いですか。鈴木アグリもね、F1、はい、鈴木アグリもそうですよね。まあ、まっちゃんと言いますと、まあ、いっぱいこうね、すぐ思いつく言葉いっぱいあるじゃないですか。はいはいはい。映画だったりね、テレビだったりね、はい。まあ、とりあえずダウンタウンっていうことで言えば、ごっつい感じ、もうだからよね。そうですね、代表されてます。今、そうだすねって言ってね。そうですね、一瞬絶対そうだすねって言ってね。言いました、炭酸は。そうだすね。さあ、なわけでございましてですね、毎回毎回アンケートテーマを設け、そのテーマに沿って皆さんには答えていただき、この番組から皆さんのリクエストにお答えしようというラジオのリクエストボックスで、今日は、ダウンタウンのちゃんの誕生日にちなみましてですね、あなたのごっつええ感じのことを教えてください。はい、ごっつええ感じのことを教えてくださいね。人でも物でも子供もいいですよ。ふみちゃん、なんかごっつええ感じありますか。最近なんですけど、バクテリア。あ、そういう最近じゃなくて。そういう最近じゃない、すいません、金の話じゃなかったです、すいません。近頃、小銭入れというのを持ち歩くようになったんですか。あー、テレミザリーズの前。何ですかそれ。は、いや、なんでですかって。あー、そう、なんでですかって聞かれたんですね、今。すごい、私理解できない女ですね。いや、それがお出かけするときに、うん、最近リュックを持ってるんですけど。山登りのために。いや、違います。あ、そうね。どうすんのね、サッコルですよ。肩こるんですわって違います。そう、すごいね、便利なんですよ。いちいち探さなくていいし、なんかポッケとか上着からすぐ出せて、なんで今まで小銭入れ持ち歩かなかったんだろうっていうごつい感じ。そうですか。ありますか、小銭入れとか持ち歩いたこと。いや、ジーンズのポケットがちょうどいいんで、小銭入れ、ジャラセンで入れてるってことですね。そうそう、いいですよ、使ってみてください。あれですよ、協定時行く時も入店、入館料100円でしょ、まず払うしね。100円なら買えますからね。やめてください。何の感じですか。
さあ、あなたのごっつい感じを教えてくださいね。リクエストと一緒にこちらまで。ファックスは 092-735-2424 092-735-2424 番。 E メールは全部小文字でラジゴン RAJIGON@FM福岡.JPリクエストボックス。1時からはタイトルコール。1時半からは親父の花道。2時からはクイズタックラー横止めチャンス。2時半からはラジゴン国語事件踏み出す。2時45分コナミスポーツクラブプレゼンツゴーゴーナイスバディ。3時半からは今日のガチャポンゲストは吾妻ひろみつさんを迎えします。もちろん懺悔アワーもありますんでお楽しみに。スーパーレディモンスターラジゴン今週も元気にスタートします。4時までよろしくお付き合いください。改めてお会いいたしましょう。斉藤文です。アクティビティ9月10日リリースのニューアルバムアクティビティセンターからオールアラウンド。